企業および団体の皆様からご協賛をいただいております。午後8時の終了予定まで約3000発の花火を打ち上げます。どうぞごゆっくりお楽しみください。それでは花火の打ち上げに先立ちまして、湘南平塚花火大会実行委員会会長であります落合市長からご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。多くの公算の皆様、公算の皆様のお力を得て、また、また、お客様の皆さんのお力を得て、盛大に開催していただくことを、心よりお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。今宵は、夏のですね、平塚の会の会長、この、お客様の皆さんに比べて、2人と、お客様を、ご家族、そして、皆様と、楽しんでいただければ幸いでございます。この大会の開催にあたりましては、ひたすら警察官、また、スポーツランド協会、そして消防団、何よりも地元、港区、千葉市の皆様のお手厚いご支援があって、このような大会になります。改めてお礼を申し上げまして、大会のご挨拶を開催させていただきます。どうぞ皆さん、楽しんでください。